イマナス -111 アードバーク飛行するイマナス -111A67 から A65A1 から115イナス -111 アードバークはジェネラルダイナミクス社が開発した軍用機センチュリーシリーズに数えられることがあるアメリカ空軍所属のイマナス -111 開発飛行は1964年で世界初の実用化変翼機として知られる 長らく公式な愛称を有さなかったものの、非公式にアードバークワンイレブンなどと呼ばれており、退役当日にアードバークが公式に採用された。なお、当日の通り電子戦形は例文の愛称が採用されている。開発はロバート・マクナマラ国防長官の開発費及び維持費の削減という狙いを強く反映し、アメリカ空軍とアメリカ海軍で 共通の機体を使用させることから空軍型の A 型と環状戦闘機型の B 型の2機種の開発を目指した。しかし B 型は艦隊防空戦闘機としての重量軽減などを実現できず最終的には海 -111A のみの採用となった。マクナマラが報道者の出身であることから自動車のバッジエンジニアリングを国用機に導入したと揶揄された。 ベトナム戦争や湾岸戦争等に投入され、主に対地攻撃任務に用いられた。アメリカ空軍では1998年、オーストラリアでは2010年12月に退役した。アメリカ空軍は1958年に、海 -105 の後継として使用する戦闘爆撃機を計画する。当初最高速度マッハ2以上の V トール機を希望するが、 技術的に困難であるとして断念。代わりに最高速度マッハ2.5以上の複座戦闘爆撃機を計画した。検討の結果、こちらの計画は実現可能とされたため、1960年10月に核メーカーに提案、12月には TFX 計画と命名された。これと同時期、アメリカ海軍は長距離空対空ミサイルを装備する。 艦隊防空用戦闘機として、海 6D を開発していたが、これをキャンセルし、使用を改めて再度開発を計画していた。この両計画に目をつけた、マクナマラ国防長官は、コスト削減のため計画の統合を命ずる。その命を受けた、空海軍は、共通部分についての検討を行うが、空軍の要求は低空を音速で駆け抜けることが、できる機体、海軍の要求は、 大型レーダーを装備する並列複座の機体であった。そのため両軍は結果共通部分は複座、アフターバーナー付けターボファン創発、可変翼の3点のみで計画全体の統合は不可能と結論付けた。しかしマクナマラ長官は両軍からの同意を半ば無理やり取り付けて計画の統合を推し進め、1961年10月には新たに 重量制限などを設けた要求を各メーカーに提案した。これに対して、ボーイング、ジェネラルダイナミクス、ロッキード、マクダネル、ノースアメリカン、リパブリックの6社から設計案が提案され、空海軍となさで検討が行われた。その結果、要求を満たさないまでも、ボーイング案とジェネラルダイナミクス案がこの中では優れているとされ、再設計を行わせることとした。 ちょうど同時期に正式名称が空軍が高い -111A、海軍が高い -111B と決定された。しかしその後2回の再設計を行うも要求を満たすものではないとされ、都合4回目の再設計が両者に命じられた。4回目の設計案で空海軍ともにボーイング案が優れていると判断し、採用に向けた動きが出てきた。 しかし、国防総省は、ジェネラルダイナミクス案の採用を決定する。これは、ボーイング案は、ジェネラルダイナミクス案に比べて、費用の見積もりがずさんであるとの、マクナマラ長官の判断による。しかしそのことが理解されず、空海軍を無視した決定は、議会でも問題となり、サモン委員会が開かれたが、国防総省は、ジェネラルダイナミクス案の方が、 共通部分が多く調達価格が低くなると主張し、一応その主張が認められた。また、最終案では、ジェネラルダイナミクス案の性能も、ボーイング案に近づいていた。しかしこの決定については、テキサス州を地盤としていた、当時のリンドン・ジョンソン大統領とその派閥による、政治的な圧力があったなどと噂され、現在もそれを信じている者もいる。こうして、 ジェネラルダイナミクス案が採用され実際に制作されることとなったが空軍と海軍の異なる二つの要求を同時に満たそうとしたため機体重量は予定をはるかに超えてしまった海軍はテストを実施したもののすでにこの時点で採用の意思を失っていたジェネラルダイナミクス側はたびたび重量軽減を行ったが要求仕様を満たすには至らず一方の海軍側は 一切の妥協を行わなかった。1968年に予算が認められなかったことで、会 -111B 計画は最終的にキャンセルされた。1964年10月15日に、初公開された3番目の全生産機関変翼を動かしてデモンストレーションしているところ一方、空軍型の F-111A は1964年12月21日に、 初飛行を行うが、フラップのトラブルのためテストは途中で打ち切られた。このトラブルは致命的な問題ではなかったため、その後のテストは予定通り続けられた。しかしながら、2回目のテストで、より高速域での飛行テストを行おうとしたところ、アオン速域でエンジンのコンプレッサーストールが発生した。当初 TF30 エンジンに原因があるものと思われ、エンジンの回収が行われたが、 コンプレッサーストールは依然として発生し続けた。その後の調査の結果、エアインテークの形状に問題があることが判明し、ジェネラルダイナミクスは急遽、トリプルプラウアイと呼ばれるエアインテークの改良系を開発。これにより回 -111A は音速を超えることに成功する。しかし、このエアインテークでも高速域におけるコンプレッサーストールが発生したため、 トリプルプラウアイを使用する方には、マッハ2.2の速度制限がつけられた。この制限は、後に改良型のトリプルプラウ2が開発されるまで続いた。その後、1968年にはベトナム戦争に参戦したが、1973年の撤退までに複数機を損失し、1969年12月には、 急行下爆撃の訓練を行っていたス -111A の主翼が引き起こしの際外れるという事故が発生した。ス -111 は7ヶ月間の飛行禁止となり、その間ス -111 の信頼を取り戻すべく徹底した検査と回収が行われたことで、ス -111A はセンチュリーシリーズやス -4 よりも高い安全性を得ることとなった。 夜間時の F-111 のコックピット回 -111 は実用機として初の可変翼、アフターバーナー付きターボファンエンジン、地形追従レーダーなど当時としては最新鋭の技術を多く取り入れている。そのため初期には問題も多く発生し失敗作とまで言われたが、その後の回収により問題点は改善された。ただし回 -111 が 戦闘爆撃機を名乗りながらも、実際には、対空戦闘能力はほとんど持ち合わせておらず、速度性能にこそ優れていたが、実質的には専用の攻撃機、爆撃機でしかなかった。特にカイマナス -111 が開発された1960年代後半期は、ベトナム戦争において、軽快で運動性に優れたミグ製戦闘機に対し、アメリカ空軍の戦闘機が苦戦を強いられていた時期で、 あったため、回 -111 が、制空戦闘機としては使い物にならないという欠点が問題視された。しかしながら、純粋な爆撃機として本機を評価すれば、その低空侵攻能力と爆弾等の搭載量は極めて優れている。アメリカ空軍が、制空戦闘機を必要としていた時期に運用が開始されたというタイミング上の不運が、 本機の評価を妨げていた一因となっている。海 -111 の失敗を踏まえたアメリカ空軍は、改めて純粋な空対空戦闘機として、大型機械 -15 を開発し、海 -15 から改良、発展型である海 -15E が開発され、戦闘爆撃機械 -111 の本格的な光景となった。パイロンに、 ブル -107 デュランダルを搭載したところ、よくかの様子がよくわかる。可変翼の動き前述の通り、実用機として初の可変翼を採用している。これは CAS の導入によって可能になった。可変翼は主翼の交代格を変えることによって飛行特性まで変わってしまうため、回 -111 以前に試作された航空機においては、 操縦性に著しい問題があった。CAS によって、コンピューターによる補正を加えることにより、安定した操縦を可能にしている。回 -111 の主翼は16度から72.5度まで、速度に応じて任意に稼働させることができる。主翼下には、片側4箇所のハードポイントがあり、各種並装の搭載が可能であるが、外側2箇所ずつの、 ハードポイントは主翼に固定されており、高体核26度以上ではパイロンごと切り離す必要があったため実際には使用しづらかった。内側2つずつのハードポイントは高体格に応じてパイロンの角度が変化するようになっていたが、一番内側のハードポイントは高体核54度以上で胴体と接触してしまうため、高体格をそれ以上にする場合はやはりパイロンごと、 切り離す必要がある。つまりすべての角度において使用可能なハードポイントは内側から二つ目のみであり、実際に使用する場合もそこを中心に使用されていた。これらの理由から主翼交体角を稼働させるレバーは26度と54度で一旦止まるようになっている。また、抗体核26度以上でフラップが使用できなくなり、 45度以上でロール制御に使用するスポイラーの内側がロックされ、47度以上で外側がロックされる。そして、それ以上の高体角では、ロール制御は水平尾翼が行うことになるため、これらの点を境に飛行性能が著しく変わる。しかし、ハードポイントの場合と違いレバーは止まらない上、常実の CAS の導入により、パイロットは、 飛行性能の変化に気づかないことになる。そのために交体角を45度以上にしたことに、パイロットが気づかず墜落しそうになったという事例がある。これは危険なまんまシンインターフェースデザインの一例とされる。ウェポンベイは海軍の要求で装備されたもので、元より空軍は必要としていなかったため、実際に爆弾を搭載して使用されることは少なかった。 FB-111A を除けば、M61A 一機関砲やアン、アベック -26 ペーブ、タック、標準ポットなどを搭載していることが多かった。脱出モジュールのシミュレーターコックピットをそのまま飛ばす、モジュール式脱出装置は、射出時に乗員が外気にさらされないため超音速時でも安全に、脱出することができ、着水した場合も、水と直接触れないため、 低体温床から乗員を守ることができた。またサバイバルキットや食料を通常より多く搭載することもできたりと利点は多かった。しかし座席のみを飛ばす場合に比べ全体の質量が大きいため落下速度を通常の射出座席と同レベルにするには通常より大型のパラシュートを使うなどする必要があった。 またパイロットの装備が改められる等の規定変更の度に回収を要したり、定期点検の度に分解整備が義務付けられ、労力とコストを要するなどのデメリットも多かった。一応、軽くて強いケブラー素材のパラシュートとエアバッグを装備し、着地の衝撃をなるべく和らげるようにされていたが、それでも通常より着地の衝撃は大きく上員が、背骨の圧迫骨折を起こす事態などが発生している。 地形追従レーダーは低空を地形に沿って飛行する、再使用されるレーダーである。このレーダーは、通常の下機管制用レーダーとは別に装備されており、自動操縦装置との組み合わせにより、ス -111 は自動で地形に沿って飛行することができる。飛行高度や地形追従精度は必要に応じて、数種類から選択することが可能である。 トーチングを行う回 -111C 回 -111 のよく知られた技に燃料を空中投棄しながらアフターバーナーを使って燃料を引火させるトーチングがある。この技は回 -111 の展示飛行では頻繁に行われシドニーオリンピック閉会式の際にも実演された。曲技などで意図的に燃料を放出し引火させる分には 特別な改造が不要であり便利であった。ただ、この技は、回 -111 の問題点を表すものでもある。非常時に燃料投機をしている最中に引火すると危険である。ため、燃料投機時のエンジン出力には、アフターバーナーを使わないなどの制限を課す必要があった。相性は、アードバークだが、アメリカ空軍では退役直前まで公式な相性を持たなかった。 そのことから、フライングピック計画の推進者である、マクナマラ国防長官のフォード時代の、マーケティング市場に残る大失敗であるフォードエドセルにちなんだ、フライングエドセル、翼を前後させる、可変翼の動作から、スウィンガー、同様に、可変翼を折りたたみナイフに見立てた、スイッチブレード、また、配備当初に、可変よく、キャリースルーボックスの強度不足に起因する事故が、 連続して起きたことから、微動メーカー、微動メーカー、未亡人製造機など、多彩な愛称を関係者から与えられていた。1968年3月、アメリカ空軍は、議会などの F-111 に対する批判を一掃するため会 -111A6 機をベトナム戦争へ参加させることを決定する。しかし、 F-111A は半月で2機の損失を出した。損失分を補充するため2機を新たに派遣するも、4月にも、さらに機損失が発生したことにより、作戦は一旦中断され、事故の原因究明が行われた。後に回収が行われた回 -111A48 機が1972年の北爆再開時に再びベトナムに派遣されたが、 その際は4000回を超える出撃を行うも、損失は7機と非常に高い運用成績を示した。1976年8月18日に韓国と北朝鮮の軍事境界線で起きた軍事衝突事件、いわゆるポプラ事件後の8月21日にポプラの木を伐採するべく出動した国連軍を援護するために韓国内のカラス山空軍基地より出動したが、 再度の衝突が起きなかったために爆撃は行わず、基地に戻った。イギリス空軍、レイクンヒース基地にて、グブー -10 爆弾を搭載する第48、戦術戦闘航空団の回 -111 回1986年4月14日、撮影1986年4月、アメリカはリビアが支援したとされるテロに対する報復攻撃として、 トリポリとベンガジの軍事施設に対する攻撃を計画する。この攻撃の目標には、ムアンマル・アルカ・ザーフィーが宿舎として使用していたあるアジジャ兵舎が含まれており、実質的にカダフィ大佐の殺害計画でもあった。あるアジジャ兵舎の近くには、フランス大使館があったため精密な爆撃が要求されたが、当時のアメリカ海軍艦上機には、 精密誘導兵器の運用能力がなかったため、海 -111 に白羽の矢が立った。当初計画では、フランス領空を通過する予定であったが、フランスに拒否されたため、イギリスから発進して、イベリア半島を大きく迂回する、ジブラルタル海峡周りのルートに変更、往復1万キロメートル近くの長距離飛行となった。攻撃はイギリスに駐留していた第十八戦術。 戦闘航空団の海 -111 海18機と空母艦載機で行い、第42電子戦飛行隊の EF-111A4 機がレーダーを妨害し支援することとされた。4月14日、イギリスのレイクンヒース空軍基地から海 -111F が、アッパーヘイフォード空軍基地から EF-111A が飛び立ち、途中空中給油を受けながら、 リビアに向かった。攻撃隊は、リビア周辺で関西機と合流し、EF-111A の支援を受けながら、攻撃を行った。結果、海 -111 海1機とその乗員2名を、対空火器により失ったが作戦は成功し、あるアジジャ兵舎を含めた、軍事施設を破壊することに成功した。しかし、最重要目標であった、カダフィ大佐は宿舎にいなかったため、 殺害には失敗した。なお、1988年12月に起きた、パンアメリカン航空103便爆破事件は、リビアの情報機関が、この爆撃の報復として実行したとされる。フランス大使館への被害を避けるためにチョーク海 -111 を飛行させて投入した作戦であったが、結局フランス大使館には、資金弾による被害が生じ、作戦後に、 アメリカ政府は正式な抗議を受けることになった。1990年、砂漠の盾作戦のため、サウジアラビアの基地で出撃準備をする EF-111A1991 年の湾岸戦争には、海 -111EF と EF-111A が参加した。 この戦争はレーダーに見えないステルス攻撃機として、海 -117 が特に有名となったが、実際のところレーザー誘導爆弾の6割は、海 -111 から投下されていた。海戦当初海 -111F は、サウジアラビア南西部に位置する台風基地から展開し、往復1回ずつの空中給油を受け、目標周辺ではレーダーに捕捉されないように高度を、下げ低空を飛行しながら、 攻撃を行っていた。しかし、対空砲火が予想以上に強力で、低空を飛ぶ方がむしろ危険と判断され、航空を飛行したまま爆弾を投下するように計画が変更された。その結果、燃料消費量が減少し、当時の空中給油は必要なくなった。この行動パターンの変更は、空中給油機の運用サイドに伝わっておらず、空中給油を行うものとして、 燃料を積載して離陸したものの、海画展に、海 -111F が現れず、燃料を空中投棄して帰還するという事態が発生している。このように、レーザー誘導爆弾を使ったミッションを多数こなしていたことと、数少ない地形追従飛行ができる機体であったため、破壊したいものがある海 -111 に任せろ。いや、海 -16 や海。 A-18 を飛ばすな。砂ぼこりが舞って、回 -111 の邪魔になる。などと言われるほど信頼されていた。2月27日には、通常兵器としては最高の地表貫通性能を、誇るグブル -28、通称ディープスロートを装備した回 -111 回2機が、イラク軍のアルタジ基地地下司令部を破壊した。 この時使用されたグブー -28 は約20日間という短い期間で開発されたため、アメリカ陸軍で使用していた8インチ自走流弾砲の方針に策略を詰めるという異例な製造方法が取られた。また変わった戦果としては、イラク軍のミラージュ海一戦闘機に発見された EF-111A が地形追従モードで超低空飛行に入り回避を 心見たところ、それを追ったミラージュが地面に激突するといったものもあった。これは、マニューバキルと言われる方法で、非武装の EF-111A による撃墜として公式にカウントされている。湾岸戦争での活躍により、海 -111 の引退を先延ばしにするべきとの意見も出たが、前述の維持費などの問題から実際に行われることはなかった。 イタリアのアビアの空軍基地に展開した第429電子戦飛行隊所属の EF-111A。ボスニアヘルツェゴビナ紛争中、ボスニアヘルツェゴビナ領内のセルビア人勢力は、法以下に置かれた同国の首都サラエボを狙って、迫撃砲弾を発射した。砲弾は、サラエボ市内の市場に落下し、多数の死者が出た。この地域は、国際連合によって決められた。 ボスニアの安全地域に含まれており、この事件には世界各国から広く抗議の声が上がった。この声に応えて国際連合保護軍の司令官や NATO、南部司令官はアメリカ海軍の原子力空母セオドアルーズベルトをアドリア海に派遣し、連合国軍機も攻撃態勢を整えた。NATO 軍はセルビアのボスニアへの攻撃活動を阻止すべく、 セルビア軍に空爆を加えるデリバリットフォース作戦を練った。この空爆を支援するため e f 1 1 1 a が他の軍用機とともにイタリアを中心とする基地に派遣され防空制圧作戦を行った。なお、この作戦は実際にはデッドアイ作戦と呼ばれる別作戦として扱われることもある。1九9五年八月三十日に作戦が 開始され、9月14日に停戦した。その後10月に、セルビア軍が停戦条件を破ったため、ナト o 軍は小規模な攻撃を続けた。海 -111 の基本性能は高く、戦術航空軍団だけには留まらず、戦略航空軍団では戦略爆撃機として採用された。電子戦機型の EF-111A も開発されるなど、 いくつかの派生型も作られた。機体塗装は、初期には明るい灰色を基調としたアメリカ空軍色だったが、ベトナム戦争以降は、迷彩塗装が基本となり、後年には、グレー単色となる機体が多くあった。また、一部の F-111A が NASA に引き渡され実験機として使用されたことがあった。アメリカ空軍では一時2010年頃まで、 イマナス -111 を使用する予定であった。しかしながら、維持費がかさむため、通常攻撃型は、イマナス -15E などにその任務を譲り、1996年に、第27戦術戦闘航空団の F-111F が F-16CD と交代したことにより退役完了した。e f 百十一 a は百九十八年に、後継機を待たずして、 アメリカ空軍から退役した。その後、カイマナス -111 を運用したのは、オーストラリア空軍のみとなり、2015年から2020年頃の退役を想定していたが、実際は2010年12月に退役した。他にも、ジェネラルダイナミクス社は日本に、カイマナス -111F を販売したいと国務省、東アジア局日本課に申し入れていたが、どうかは、我々は、 日本に対し本質的に攻撃的な装備を売ることは重大な誤りだと考える。海 -111F の販売は、米国が日本に攻撃的能力を有する兵器の保有を認め、現在の防衛政策を変更する、要説得する圧力として日本側に解釈されるとして同意しない旨明らかにしている。海 -111 の初期バージョン。 当初235機が計画されたが、94機は E 型に変更されたため、生産数は全生産機などを含め158機にとどまった。あとに42機が EF-111A と改造されている。3機の全生産機は NASA に引き渡され、1970から1980年代にかけて様々な試験をこなす実験機として使用された。 1991年に退役し、多くの機体がアリゾナ州のデビスモンサン空軍基地にあるアマルグでモスボールされた。海 -111B 詳細は EN ゼネラルダイナミクスグラマン F-111B を参照海 -111B は海軍型で7機が製作された。艦隊防空という任務と航空母 着艦時の前方視界確保のため機種は空軍型より約2メートルも短く、逆に主翼は低速での操縦性確保のため約2メートル長い。レーダーも空軍型とは違い、地形追従レーダーは装備せず、アン、アメリカンワイヤーゲージ -9 を装備し、このレーダーとの組み合わせで、長距離空対空ミサイル AIM-54、フェニックスを装備する。フェニックスは、 ウェポンウェイに2発、主翼下に4発の計6発が装備可能。当初、要求より10トン以上の重量型となり、たびたび回収を重ねて重量軽減を図ったが、結局要求仕様を満たすことはできなかった。海軍側としてはすでにやる気を失っており、要求仕様を緩和するといった歩みよりは一切見せなかったのである。結局は重量超過を理由に、 空母での運用は困難と判断され、計画がキャンセルされる。あとに1機の F-111B は、回 -14 の開発データ収集に使用され、1968年7月に空母、コーラル C で着艦試験を行ったが特に問題はなく、重量軽減に対する要求が過剰であったことを示している。ただし、大型の機体のため機動性は、戦闘機としては、 極めて低かった。つまり、先に開発していた、イ 6D を、わざわざ計画中止にして、改めて大替機として、本機を開発した意味が小さいことを意味していた。その後開発されたカイマナス -14 はカイ、イマナス -111 ほどではなかったが、重量級の大型機であったものの、機動性は、それなりに優れていた。その後、この機体は、 アメリカ本国のモフェットフィールドに移送され、NASA で航空管制システムのための風洞実験に使用され、1970年に現地で解体された。他の機体も廃棄されるなどしている、旧塗装の F-111C1989 年1月1日撮影、現塗装の F-111C 詳細は EN、ゼネラルダイナミクス F-111C を 参照オーストラリア空軍がイングリッシュエレクトリックキャンベラの後継機として導入した方。当初、オーストラリア空軍はイギリスで開発中であったチームソニックレーシング2をキャンベラの後継機として導入を検討するが、チームソニックレーシング2は開発中止になったため、海 -111A18 機、RF-111A6 機の導入を決定した。 しかしこの計画は、海 -111A の機体に、FB-111A の主翼と、高強度膠着装置を組み合わせた海 -111C24 機の導入に変更された。海 -111C は1968年に、初飛行し、オーストラリア空軍に引き渡された。しかし、オリジナルの F-111 に、 構造上の欠点が発見されたために引き渡しは一旦中止され、すでに引き渡されたマイナ回 -111C も返却された。これを受け、アメリカからはマイナス四 e 二十四機がオーストラリア空軍,軍にリースされた。その後、九百七十三年に回収されたマイナ回 -111C の引き渡しが再開され、九百八十二年には損傷予備機として、 海 -111A4 機が導入され、海 -111C 相当の改造を行い、使用されている。1983年から1985年に、かけて、海 -111C のうち18機が、アン、アベック -26 ペーブタックポッドと、グブー -15 装備のための回収を受け、対艦ミサイルのエイジム -84。 ハープンソラ対艦ミサイルやエイジム -88、ハーム台、レーダーミサイルの使用も可能となった。晩年には、退役した EF-111A、カイ -111D を部品取りとし、エンジンを流用するなどして、延命を図っていた。カイ -111 は、アメリカ空軍からは1996年に前期が退役したため、 オーストラリア空軍の装備機は21世紀に入っても使用された唯一の機体であり、更新機種の海 A-18F の配備が始まる2010年までは使用された。機体の塗装は一部の試験容器を除き、導入からしばらくの間はアメリカ空軍の F-111 と同様に東南アジア迷彩を施していたが、海 -111G の引き渡し後は、 イマナス -111G と同様のガンシップグレー単色に変更された。アビオニクスを A 型のマーク I からマーク2 II に回収し、エンジンを TF30P-9 エアインテークをトリプルプラウ2にするなどの回収が施された方。アビオニクスのトラブルに見舞われ、運用開始はイマナス -111E より遅れた。生産数は 当初315機を予定していたが、トラブルによる価格上昇のため96機に縮小された。1992年に退役となり、デビスモンサン空軍基地のアマルグでモスボールされた。回 -111A のエアインテークをトリプルプラウーにし、超音速でのエンジンパフォーマンスの向上を図ったバージョン。アビオニクスは ECM 装置を除いて、 A 型と同様、フライバイワイヤシステムや B-1 の開発支援にも用いられた、生産数94機、先行バージョンの結果を反映した最終生産型、アビオニクスを M2 の改良型に変更し、エンジンを高出力の TF30P-100 に換装した型で、回 -111 シリーズ中で最も高性能な機体といえる。 他の方も、幾度かの近代化改修を受けているが、ス -111F はその中でも、優先的に改修が行われており、その能力を活かし実践にも多く参加している。生産数106機。1996年7月27日に、退役となった。FB-111A76 機のうち30機から、戦略攻撃用装備を取り外して、 再配備した方。実戦で使用されることはなく、主に訓練用として使用された。1993年には退役し、うち15機は1994年にオーストラリア空軍に売却された。詳細は EN、ゼネラルダイナミクス F-111K を参照、チームソニックレーシングにの開発を中止したイギリス空軍が、キャンベラの後継機として、 導入を検討した方。1966年に、海 -111K46 機、TF-111K4 機の導入を決定するが、1968年に、財政難を理由にキャンセルされ、海軍の艦隊航空隊が導入していた、ブラックバーンバッカニアを導入した。製作途中だった、K 型二気分のエアフレームは、他の機体に流用された。なお、 海 -111K と TF-111K という名称であるがこれはアメリカ側が指定した形式であり同じくアメリカ海軍の海 -4K と海 -4M がそれぞれファントム FG-1 ファントム FGR-2 とイギリス軍の機体に準じた名称に改められているため配備された場合同じ変更があった可能性が高い 変態を組む FB-1111983 年12月1日、撮影1960年代から1970年代、ソビート連邦の防空網は発達してきており、それ以前に構想されたような航空振興を行えば、レーダーに発見され、地対空ミサイルや戦闘機の餌食となるのは明らかであった。そのため、戦略航空軍団では、 レーダーに捕捉されない地表すれすれの低空を飛行させて敵地に侵入し攻撃を行うことを考えた。しかし当時使用されていた戦略爆撃機はいずれもそのような使用方法を想定したものではなかったため性能的には不十分であった。そこで戦略航空軍団では地形追従レーダーを装備して空進行能力に タケタカイマイナス111の戦略爆撃機使用を開発し運用することを計画した。カイマイナス 111A からの主な回収点は主翼とエンジンで、主翼は後続距離延伸のためにカイマイナス 111B で使用されていた長い主翼を装備し、エンジンは TF-30P-7 に換装された。 この計画に対し1966年には開発予算が認められ、マクナマラの推奨により210機の大量生産が決定されたが、後に B-1A の開発が決定されたため、FB-111A はそれまでのつなぎの期待とされてしまい、76機に削られてしまった。しかしその B-1A の開発がカーター大統領の命令により中止となったため、 ジェネラルダイナミクスは代替機として FB-111A の改良型の FB-111B、C、G などを提案してアプローチするが採用に至らなかった。時代のレーガン大統領によりアメリカが軍閣路線に転ずると再び戦略爆撃機開発の機運が高まり、ジェネラルダイナミクスは再度のプランとして FB-111H を提案したが、 B-1B との競争に敗れ、採用に至らなかった。FB-111A の主な核装備は、射程最大 220km の空対地ミサイル、A ジム -69ASRAM、無誘導核爆弾の B43、B61 のいずれか6発で、ウェポンベイに2発、よくかに4発装備する。場合によってはかに燃料タンクを装備格兵器は、 ウェポンイのみに装備することもある。また、B28、B57、B83 なども装備可能である。1991年に FB-111A は戦略任務から引退したが、76機のうち30機は戦略爆撃用の装備を撤去し、海 -111G として再配備された。1977年6月に、 カーター政権下の軍縮によって開発中予された B-1A の代替として、ジェネラルダイナミクスが提案した方が FB-111B-C である。実際に製作はされていない。計画では FB-111B は FB-111A から胴体を3メートル延長して燃料と兵器搭載量を増大させ、 エンジンは B-1A 用に開発された GEF-101GE-100 にターボファンエンジン2機を搭載し、アビオニクスも最新のものに換装する。この改造により、航続距離と最大離陸重量が飛躍的に増大する予定であった。同様の改造を、k -111D に対して行ったものが FB-111C であり、加えて、翼長を FB-111 系統と同程度まで延伸する。結局このプランは採用されなかった。レーガン政権下においても同様のプランが提案され、既存の FB-111A65 機を H 型に回収し、80機を新造することを65億ドルで提案したが、B-1B との競争に敗れ、採用されなかった。 EF-111A レイブン e f 百十一 a は、回百十一を元に開発された、電子戦機。正式な愛称は、レイブン。非公式な愛称として、スパークバーグや、エレクトリックフォックスとも言われることがある。九百七十七年三月十日に初飛行し、九百八十一年に、運用が開始された。生産された四十二機すべてが、 F-111A からの改造で、新規での製造は行われていない。空軍唯一の電子戦機として、湾岸戦争などで活躍したが、維持費がかさむため1998年に退役した。2008年時点では、国立アメリカ空軍博物館をはじめ、4機が展示保存されている。詳細は EF-111 を参照回 -111。11 A に偵察能力を付与した俗に言う戦闘偵察機、使用。オーストラリア空軍も導入する予定だったが、開発されずに終わった。オーストラリア空軍の使用する偵察機型。k -111C と同時に導入される、はずだった、RF-111A が、開発中止となったため、k -111A のウェポンベイに偵察キットを、搭載し偵察機としたバージョン。 それ以外の戦闘能力は、回 -111 シート同等である。007オクトパシー西ドイツのアメリカ空軍基地の場面で、本機がハンガーの前に駐機している。影の戦闘隊補充機材として、影の戦闘隊に配属される予定だったが、移送中に敵組織スコーピオンに奪われて敵機として登場する。エリア88 編集隊地上空母船の準備段階など、作品の端々でも部役として登場する。戦闘シーンは特になく主要キャラクターも登場しない。ロシアの各主人公の蒸気として、架空の偵察機型でシード任務にも対応する RF-111G ヴァンパイアが登場。ロシアがウクライナとトルコへ核攻撃したことを受け、 ロシア国内へ偵察とシード任務に出撃する。ウォーゲームレッドドラゴンナトー陣営のナトーデッキ、アメリカ軍デッキで使用可能な航空機として登場する。ナトーデッキには、海 -111G が、アメリカ軍デッキには、海 -111E、海 -111、e、海11 F-111A が登場する。同時代の可変翼を採用した攻撃機、爆撃機、 ありがとうございます。